赤星せよ赤星の TV、 はいよいしょ。ということで、ラーメンきらぼしというちょっとね、似たような名前のお店ということで、ぼしぼしつながりで行ってまいりました。いやー、そういうことか。そうです。さあ、こちらご覧ください。はい、武蔵境駅から徒歩5分ということでね、はい、基本的にはね、こちらの二郎系のお店じゃないんですね。超土濃厚な豚骨スープのお店でして、2004年に実は僕2度行ったことがあるんですよ。マジ ?15 年ぶりということで、高校生以来です。はい、行ってきております。で、なんで行ったかっていうとですね、ちょっとこちら見ていきましょう。ね、基本メニューこういったね、豚骨、西盛りと豚骨、濃厚つけ麺、熊本ラーメンなどなど、豚骨をね、やっぱりメインとしたお店なんですけども、12月24日限定でですね、毎年キラローという二郎系をね、やってたんだけど、なんと今年だけお休みということで、なんだよ、残念ながら。ただ、なんとデフォルトメニューでこういったチェンジローというものがあるんですね。これが一体何なのかということで見ていきます。まあ、二郎系なのかね。ええ、まあ、ベースとしては西盛りチャーシューと豚骨を選んでおりまして、生絞り肉チェンジロー。チェンジローするとこうなります。チェンジだね。チェンジするんです。チェンジしたね。そうなんですよ。で、これがノーマルサイズのやつでして、ニンニクや2種チャーシュー。これ巻き豚と油のように見えるところ、これなんと油付きチャーシューという。はい、1個塊って塊なんですよ、あれ。あ、全然ちげえじゃん。あ、これはまあね、15年前の姿ということで。あ、そう。まあ、あなたも買ったもんな。もう、だいぶ体重もね、変わってまいりましたが。まだね、ちょっと、いろんな人が映って。いろんな人が映っております、今日は。ということで、巻き豚から。お友達ですね。準備していきましょうね。スレンダーな、お豚、ね、ポロッと崩れる。あ、そして、カンポツを入れて、チェンジローが出てきましたけども。これがね、なんと上にもね、こういった油がちょっと乗ってるんですね。はい、まだ入れません。まだ入れませんね。そして、その黒豚と言われるもの、ちょっとね、ほぐしてあって、油と豚の混合みたいな感じの。まあまあ、要は肉だと。まあまあまあ、そうなんですよね。肉の部分が色もついてるけども、味もついてる。そう。これが非常に甘みがあって美味しい皆さんでございます。ね、さらにこう野菜なんですけども、デフォルトでもこう少し乗っているんですけど、コールができない。ああ、なるほど。そう、シャキめのお野菜がまあ乗っているわけですね。そしてこのスープなんだけどね、きらぼしさんの代名詞ですね。これね、超ど濃厚でね、これ美味しい意味でですよ、ものすごい匂いを放ってます。まあ、豚骨ベースだからってことですかね。そう。これ都内でも随一なんじゃないかなって。なるほど。すごいね、なんかを刻んでますけど。まあね、もう赤星さんって普通にやばいおじさんみたいな感じですからね。いや、マジっすか。食べてくれて、またなんとですね、こういったことで味噌だれサービスしていただいて、美味しく食べてる甲斐がありますということでね。そしてそのまま麺にいっちゃいましょうね。今回はなんとさらに特別にですね、ごと縮めにしていただいたんです。いや、本当にサービス満点でありがとうございます。本当にこれサービスなんです。これサービスです。はい、今回だけのまあ、ざらっとした舌触りでね、スープが絡んで、とてもこうなんでしょう、三味一体というか、三味一体じゃない。スープと麺で2だけど大丈夫。あと1何？豚骨。いやだからスープと麺で2だよ。ニンニクね、三味一体になってるんですね。普通の麺と比べてやはりね。さあ、ここでチェンジローなんですが注目してください。これチェンジローの中にもさらにニンニク入ってるんですね。で、今回絞りニンニクと手本ニンニクも入ってるのでトリプルニンニクになってるというね。もうそれで三味一体使えよ。まあそこもまあそうなんですけど。トリプルなのか。なんだ。どうした？終わりじゃん、マジで。よくじゃあ動画にしようと思ったわ。いや、すいません、本当にね。いや、おい、もうくよってんじゃん。いやいや、本当にね。これは謝罪って本当にごめんなさい。マジ、写真をね、だから撮ったんですよ、チェンジローの。そしたらその後録画がちょっとでも一応あれですよね、だから撮ってる手やったからずっと変な顔してたんですよ。いや、何もないのに変な顔してすげえ嫌だな。すいません、これはちょっと低評価です。いや、ごめんなさい。そのお店とかには申し訳ない、本当に申し訳ないんですけど、これも低評価。いや、これ本当にごめんなさい。チェンジローを食べたくて行ったにもかかわらず15年ぶりの。もう一回行ってよ。あ、すいません、考えてます。なので、なんでかっていうと、今回キラローを店主さんがちょっとやらなかった、いろいろ理由があってですね、何年か前だったら二郎系がやっぱりまだ少なかった時代だったので、きらぼしさんが二郎系というのもまだ需要がすごいあったやっぱりその役目を終えた感があったと。ただ食べたい人はまだまだいるということで、もしかしたらきらぼしさんのバースデーがまた12月24日にやってくださるということで、本当に謝罪の意味も込めてですね、もう一度突撃したいと思ってるんで、がっかりですすいません、これはもうね、見てる方の怒りのコメントを僕はお待ちしてます、本当に。はい、低評価です、自分でもおっしゃる、はい、ということでまた行くからごちそうさまでした、すいませんでした、はい。